ましょう。よいしょ。はい、どうぞ。カンパチ、アラ、キハダマグがダジョグとはメインで、まあもちろん狙ってるのは大きいのを狙ってるんですけど、やっぱスピードとパワー、あのスピードは魚が食う時間帯が自分の経験則から試合ごとに20分から40分、食わない時には1分で終わる。だからスピードを速やかに下ろして、速やかに仕掛けを回収する。次に大事なのはやっぱりそのでかいのがかかった時に取れるか取れないか。丹所群島って地形が水深120メーターから60メーターとかになったり、はい、ものすごい高低差を効率よくこう根をこう舐めていくように、切れる時には1秒で切れるんだよ。だこの切れないようにするには早く気づいて巻き上げる、危ないとこから切り離すという作業がすごい大事。そこには力が必要。早く巻いてくるにはリールのパワーが必要。そのたった1秒から2秒の間に勝負が決まる。カンパチだよ、カンパチだ。後ろ、秒、秒。はい、ありがとうございます。パワー、スピード、この2つがリール一番欠かせない部分かなと、すごく頼りになりますね。よっしゃー、さあグイグイ巻くよ。だけどゆっくり、慌てない。おお、見えた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 、ここここ見えてきた。浮くよ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 、イエーイ、よーい、やった、はい、きれいきれい。よし、いや。